2P 側チャンピオンアキラ、この時を待ってたぜ。 1P 側チャレンジャーファイン、どのような一戦になるのでしょうか。期待が高まりますね。第1ラウンドが始まりました。コソンハピン、ここからどうする。ナイス、下げてから列脚、残り体力が少ない。おっと投げ打つ、残り体力ごくわずか。勝負だった。セットカウントは1対0。アキラ先に1本取られてしまったが、まだまだこれからチャンピオンが追い込まれてますね。はい、この調子のままでもう1本取りたい。師匠です、追い打ちが決まる。リボン長寿よろけだ、避けてからまたヒットした。ヤコ氷山横目、ここで KO。 ここまでの展開はどうですか。 2P 側のプレイヤーですが、ガードが硬くて余計なダメージを食わなかったですね。なるほど、これで安心しないで防御に徹するのもいいかもしれませんよ。なるほど、はい、圧倒的に攻め続ける。旋風炎か、勝負あり。セットカウントは2対1。はい、安心しているんじゃないでしょうか。大金星なるか。ファイト4レディー、第4ラウンドスタート。リアコ避けてから投げ抜けはない。カウンターヒット、リアコよろけた。熱残ゴール、アキラ圧倒的に攻め、投げミドルキック、畳みかける、熱い、残り体力バッキリあった。セットカウントは2対2。アキラ一気に余裕ができたか。さあ次が最終ラウンドですよ。いよいよ最終ラウンド、接客ダメだ、さらにヒット、リボン長寿、魔法投げていく、決まった。この試合どうでしたか。気持ちが伝わってくる試合でした。アキラ勝利しました。